あ、もうこんな感じなんで。また列車運休するかもしれやんし、あれですね、水上バスも厳しそうかな。ちょっとあれですね、行けるところまで車で行った方がいいのかな。ちょっと豊橋駅のとりあえず駅前の方でちょっと目指してみましょうか。はい、では早速出てみましょうか。いや、すごい雨だな、それでも。ちなみに晴れとったらの予定はこの辺りだと1日700円ぐらいで貸し駐車場があるってことだったんで、そこら辺を狙っていこうかなとか思ってたんですけど、もうね、あ、でも急にやんだな、かなり降り方が極端みたいですね。まず JR がちゃんと動いてるのかどうかが心配ですよね、これだと。さあ、で、これでもう駅前の方ですね、に近づいてまいりました。さあ、問題は駐車場なんですよね。直結の西駐車場止めちゃうのか、あれも駐車場自体はそこそこ、あ、いや、24,800円、よし、これにしましょう。駐車場止めましたけどね、ちょっとね、雨明日がまた強まるときませんので、ちょっと取り急ぎ駅の方向かっていこうと思います。さすがにね、今日しかもやっぱ車に傘積んでませんでしたからね、おい何やっとるんやって話だと思いますけど、すごいですね。最近クジラ食べてねえな、半年ぐらい食べてないですね、そういえば。よし、シガマピッツァ、でも思ったより近くであってよかったですね、あ、降ってきた、さあ、でも出てきとるし、まあ、あん、立ち込める感じだけど、駅はどこから入るの？駅の東。
はい、やってきましたけどね、こっちが新幹線駅場になってて、ここが在来線のね乗り場ってことで、一応今のところ新幹線も動いとるみたいだから、まあ大丈夫そうなのかなということですね。で、今回在来線の方ですね、こんなピアノ置いてあるみたい。シューレイトンでロッカーで作ったことあるな、あれだ、秋田のお肉コーナーで売ってるやつだ。で、売り場に来て、あ、こっちに明治の切符売り場もあるんや。ご飯、で、これね、清水まで2310円やから、これ買えるの？あ、なんか買うてくるか、これ買えるの？ここじゃないだな、ね、多分こっちの窓口でないと買えないのかな。こっちの、全店切符売り場の方で買えるのかな。じゃあね、切符、休日乗り放題切符ね、多分こっちで買えると思うので、こっちで買ってきましょう。さあ、無事買いましたね。これがね、休日乗り放題切符ということで、これでね、一応一番遠いところだと熱海までね行けちゃうらしいですよ。御殿場線も、神津沼津の間とかもね行けるし、なんなら身延線で甲府まで行けるんですね。相当ワイドに実はエリア広いんですよね。ですから片道で行っても多分3000円近く以上かかるんじゃないかな。ですから豊橋からこれを使うと相当お得に旅ができるぞと。で、ね、フリーキップなので途中でね降りたいところとかもね降りれますんで、まあ、予定ではねちょっと降りたいところがあるんですよね。ただこの天気なんでね降りれるかどうかなんですけど。で、なんか他にもなんかこんな割引券を協賛施設で見せるとなんか割引とかができるに受けられるらしいです。これは私調べてなかったんですけど、これも JR 東海のホームページに書いてあるらしいんで、ただね、詳細とかホームページのねリンクはね、概要欄に貼っておきましょうね。よし、他にもなんかいろいろやってるみたいですね。バス整理券ラリーとか、いろいろやってるみたいです。東三河でね。じゃあね、早速なんかね、豊橋から静岡って言ったらね、やっぱねいい感じですよね。じゃあ行ってみましょう。よし、さあ無事改札も通りまして、で東海道線で大事なところ見逃したな。どれ辺やつですか。ですからこの神津、熱海行きなんてあるんだったらもう全然それでも行けるます。沖津だ、これで、ね、沖津だと途中で乗り換えがいるかな。まあでもこれが一番最初に来るみたいなんで、これ行きましょうか。さあ、なんやかんやしとったらもう、47分乗っちゃいましたね。いや、7時9分で熱海行きでね、これだったら乗り換えなしでそのまんまもう行けちゃうってことなんでね、これで行っちゃいましょう。熱海まで乗り通すってすごいな。あ、別に乗り通してもいいんか、フリーキップやで、ね、そう、豊橋駅はあの折り返しの列車も多い兼ね合いで、発着番線はかなりばらけますんで、それはね気をつけないといけません。まあ、その点ね、名鉄はね分かりやすいんですけどね、なんせ一面一線しかないですからね。あれはきっとお客様の利便性を考えてのことになるかもしれませんね。
知らんけど。さあ、ということでね、やってきました。何がすごいって、豊橋って冷静に考えたら、米原から熱海まで乗り換えなしで行けるんですね。すごいですね。で、向こうには新快速、大垣式のね、新快速止まってますよってことです。で、まあいつものことも久保屋さんのね、お弁当パッタンで、時間もあるし、そうですね、今回は新幹線の車内でもないですけど、うわぁ、大変だ。補正作業、補修作業も大変ですね。うわぁ、まあ、服屋についてるんでいいですけどね。とりあえず朝に行きが来るまでのんびり食べてようと思います。